はい、こんにちは、竹村です。今日は早朝、西宮北口の西宮北駅でしたっけの近くにあるノーブラシ洗車の方にやってまいりました。手洗いコースやってみたいなと思ったんですけれども、ここはなくて、ちょっといつものコースなんですけれども、ノーブラシ洗車、よかったら一緒に見てください。一番乗りやったんですけど、僕のやつこの休業中になってて、でこの B です。お、動いた動いた。
くて、いつもの洗車コースなんですけど、ちょっと今日は高めの洗車コースにさせていただいたんで、これでピカピカになるかちょっと後でチェックしてみたいと思います。一応洗車の方終わったんですけど、綺麗になってるかな。この間大阪で大雨降ってたんで、そんなに汚れてはなかったんやけど、やっぱり手でこすらないと取れない、やっぱり汚れ、砂ぼこりとかの汚れは落ちてないかなっていう印象ですかね。やっぱり手洗いコースはいりますよね。朝からみんなめっちゃ洗車しに来るんですね。一応手荒れ洗車目的で来たんですけれども、なくてコースの方がしょうがないんですけれども、偵察がてらということで、すいません、何かお役に立てれば幸いです。それでは簡単なんですが、失礼させていただきたいと思います。